代表お疲れ様です。みんなが良くてみんなが伸びてる時にシェアは増えないです。悪くなった時に撤退したり倒産したりするから強いところがシェアを取れるわけでしょ。値段は下がらないんですね。もっと赤字が出てくるというこの先回復がなかなかしがたいというところでないと銀行は生かして他の転売を進めないです。事業もね、荒くれの事態の方がチャンスがあると。要するに馬は乗り手を選ぶし、その時代の厳しい時は経営者を選ぶっていうね。